皆さんこんにちは、ケンです。マミです。今日はご報告動画になります。マミも画面外にいます。はい、はい、ちょっと訳があって出演はできません。顔出しですご報告動画って結構久しぶりっすね。まあ、きっかけがあったんですね。きっかけがありまして、まあ8月3日に娘が誕生しました。それをきっかけにちょっとまあご報告動画、今までのことと今後のこと、やっと話せるって感じなんですよ、精神的にも。やっと話せますね。ケンマミチャンネルは開設してから約もう3年半は経ってるんですよ。で、1年目っていうのはあのロードバイク初心者である2人がもう2、3ヶ月ロードバイク始めて、あのロードバイクを1台組み立てたりとか、2人です。なぁ、組み立てたな。そうそうそう、2人で、あの暗がりで2人で全国、まあ、東京、しまなみ、いろいろ、埼玉とかもね、含め、静岡も含め、いろんなところを旅して、うん、あの、自転車、観光地発信するっていうようなとか、ロングライド。そうだね。あとは、まあ、ドッキリ面白い企画とか、レビューとか、やってきたわけです。それまで1年目は、3日に1回ペースでガンガンやってて、もう YouTuber としてやっていくぜって、収益どれぐらいもらえるんだっていうのと、あとは僕が自転車業界に転職したいっていう、実は裏の目的があって YouTube 始めたわけなんですけど、で、うまいこともうそのまま自転車業界販売員としてあの慣れまして、そっから、自転車の勉強とかしてってどんどんプロになってくってわけなんですけど、で、まあ、投稿頻度落ちたじゃないですか。で、ズバリ言うと、まあ、もう動画見てる方分かってると思うんですけど、妊活をですね、ずーっとしてまして、まあ動画する頃からもしてたんですけど、うん、で、いよいよ、なんていうのかな、やっぱ、まあ、30過ぎてとか言わん方がいい、うん、いいよ。まあいい、30代過ぎて、20代にできればなっていうのがあったんですけど、うん、いよいよ焦ってきたって言い方おかしいですけど、うんうんうん、やっぱ妊活って、12ヶ月あるうちの、まあ1ヶ月1回しかチャンスないんですよ。まあね、できるチャンス、ピンポイントで言うとね。そうで、年齢重ねるにつれて精子も減れば卵子も、まあ、老化するっていう感じかな。老化していくで、うん、まあ、そういった障害持っちゃうとか、うん、リスクも上がっちゃうっていうところで、うん、焦ったわけなんですよ。で、2年目3年目はもう妊活に専念してたわけで、うん、まあただその引っ越しがあったから、はい、で2人とも転職して、うん、妊活も始めて、うん、で最終的に不妊治療もうして、自転車を乗っちゃいけない、まあ先生曰くもうそのね、男の人でも場合でもダメなんですけど、まあその振動によって精子が死んじゃったりとか、うん、その局部にこもる熱、ロングライドとかで、うん、で死んじゃったりとか、うん、っていうので、まあその乗らないようにもしてたわけなんですけど、基本あまりで穴開きサドルとかにしたりとか、うん、いろんな工夫してやってきたわけです。不妊治療だったりとか、転職してお互い職場変わって、しばらくは、ね、いろんなこと学ばなきゃいけないっていうところで、うん、投稿頻度が落ちてしまったわけなんですよ、うん、まあ、これがいわゆる事実であり、で、なかなか子供に恵まれずにいて、うん、もう報告もできない、マミが1年に3回妊娠するっていう、うんうん、もうとても大変でした。まあ、私もできる限り送り迎えとか振動与えないように配慮して仕事しつつ、そういう送り迎えとか家事とか、まあいろんなことがあって YouTube 投稿の頻度が下がった。でもやってきたと思ってる自分では。まあ隙間を見つけてはあのやってきた。うん、冒頭に言った通り8月に娘が生まれて、しかもその8月に自転車技師安全整備士っていう試験があったんですよ。で、その試験勉強も春頃からずっとしてきたんですよ。実技もあるし、時間内に組み立てなあかんし、勉強もせなあかんし、もうわけわからんすわっつって、それ合格率が 50% 60% の試験なんですね、どっちも。で、まあ、結果は来月出るんですけど、うん、まあ、やることはやってます。まあ、でできなくて、子供が生まれて今1ヶ月経った9月ですね。今まで貯めてたストックをどんどん出して、9月の投稿頻度結構多いと思います今、はい、やっとなんかリズムも作れてきて、はい、っていうとこですね。私は YouTube をやりたいんですよ、うん、でもそういう動画編集とか時間ないから、
まあ、インスタグラムはねやってきた、結構やってきてるから毎日のように、まあ、大変でしたっていう話なんですけど、ただの、うん、で、まあ、それが過去の話ですね。今までの話で、ケンが一人でやってきた理由と、マミが出演しなくなった理由なんですけど、まあ、ケンマミチャンネルって残してたじゃないですか、名前、うん、やっぱりそれはケンマミで何かしたいなっていうのもあったので、これからちょくちょくしていこうと思うんですけど、やっぱり子供が小さいので我々もサイクルライフを見直さなきゃいけない。そうだね、僕だったらもうロングライドとか、まあ、ロードレースとか、そういうのはもう出ないでおこうかなって思ってます。近場で何かできることをやりたいっていうのと、短い時間でやれることで、もしくは、お互い、まあ、育児協力し合ってどっちかが乗るとかで、たまには、まあ、気分転換も兼ねて、まあ、たった1時間2時間ぐらいしか乗れないかもしれませんが、まあ、両親とか協力していただいて2人でケンマミの昔のようなサイクリング動画とか撮りたいなって思ってます。願望、願望、過去願望、はい。どちらかというと俺らは自転車中心だけど、自転車だけじゃないことも結構活動的にしてまして、まあ、特にその自転車に乗れない時期があったから、ケンさんはいろいろ他のところもしつつあったってことね、はい、そうですね、うん、多分インスタメインですけど、うんうん、案件数は1年間のうち60件以上はやってます。で、うん、食品メーカー、美容系、うんうん、車中泊、キャンプ、うんうん、もういろんな企業さんとやり取りして、うん、まあ、インフルエンサーとしてレビュアーとして別のとこでちょっと活動してて、うんうん、まあ、そういうのもやってたので結構いろんなとこでつながりができたりとか、うんうん、もちろん自転車関係の業界でのつながりとかもあって、うんうん、そういったとこでちょっとまあお仕事的な感じでやってました、うんうんうん、はい、今後の話なんですけど、自転車ではないんですけど、キャンピングカーを製作してるメーカーさんからアンバサダー依頼、もうケンマミしかできないっていうような依頼が来まして、具体的に言います、もうハイエースをキャンピングカーにしませんかっていうふうに言われました。ああ、今持ってる、はい、うん、で今2ヶ月かけて DIY して、うんうん、カスタムしたハイエースなんですけど、うん、一回全部バラしてゼロにしてプロのビルダーさんと一緒に、もちろんプロのビルダーさんって言われ、ビルダーさんって言うんですけど、キャンピングカー作る人、うん、プロの企業さんに作ってもらうんですけど、自転車旅に特化したキャンピングカーをハイエースに家具とかそういうの、電飾とか床とかつけてもらおうと、うん、まるで家を決めるかのように毎日打ち合わせしてるからね、こうやって。あ、楽しそう。楽しいけど、多分大変やと思うんやけど、うん、でそういった風にそのキャンピングメーカーさんからとか、まあ、いろんな活動してたのが結構やっぱ聞いてて、うんうん、自動車業界とかキャンピングカー業界とかからもお声がかかるようになって、うん、もうそこのキャンピングカーメーカーさんからは、まあ、自転車とキャンピングカーっていう組み合わせ、まあ、自転車と車中泊みたいなもんですね、うん、っていったような長期にわたる企画、うん、あとは我々のチャンネルでしかできないようなキャンピングカー製作の裏側とか、そういうのも今後、まあ、自転車中心なんだけど自転車にちょっとプラス結びつくようなジャンルもしていこうと考えてます。結構気合い入ってます、うん、でそれがもう今9月中に、今打ち合わせをしつつ撮影日、そして撮影内容、企画っていうのも今考えつつ、ね、もう動いてるところです。もうだいたい今3ヶ月分ぐらいまで企画考えてます。すげえ。で、まあ自転車とキャンピングカーやっていこうと思ってます。今我々の人気企画かな、お折り旅折りたたみ自転車旅、折り旅人気なの、あれ、あれ人気じゃないの第5話ぐらいで今止まってるんですけど、折りたたみ自転車2人使って、じゃあ観光地ゆるポタ、うんうん、ひどい時は1キロしか走らない、そうやって飯食って終わりみたいな、それの移動手段としてキャンピングカー使って、で今まではもうその現地の映像だけだったけど、うん、キャンピングカーで、まあ、泊まりはちょっと難しいけど車の中でくつろいでるシーンとかそういうのも映していく、折りたび、うんうん、
にも結びつきたい、結びつけたいと思ってます。ということで、今後は動画更新頻度が上がると思いますし、まあその新たなね、サイクルライフの見直しとして、キャンピングカーを取り入れた新たな遊び方、自転車乗るだけじゃないその延長線のことを企業さんとコラボしつつ、また他の企業さんとかもね、結構関わりがあって、今結構いろんな商品レビューとかしてて、車中泊に特化したメーカーさんとか工具のメーカーさんとかとやり取りもしてますんで、まあ私にしかできないこの、なんだろう、自転車だけじゃなくて周り巻き込んでちょっと盛り上げていきたいと思っております。まあでも興味ある人はいるんじゃない？いると思うと、自転車好きな人でキャンプとかね、まあ、もちろん車だけの特集とかキャンピングカーだけの特集の動画もありますけど、基本的には自転車に何かしら結びつける系がをやっていこうと思ってます。うんうん、はい、まあ、見ていただければ、見たいやつだけ見ていただければと思います、っていうとこですね。はい、はい、ということで以上で報告になります。はい、はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。